こんにちは。こんにちは。カルロボミラノカルロでございます。時間です、こちらのチャンネルは札幌から大人のファッションメインに、お届けをしております。はい。で今回はナルディーニ。はい。王道ブランド。はい。フェルのチルコドと続きまして。はい。聞きましたね。皆さんこの世界の入り口として大変周知のブランドだと思います。もう皆さんよくよくご存知かと思います。一番、はい、やっぱりよくよくご存知なのはこの花、ね。そうですね。胸元にこうキラリとこう輝く花がやっぱり皆さん有名だとは思いますが、はい、ちょっとなんかこの花最近かっこよくなんかピンタイプに、ね、アップデートされております。近代的なタンクレートでしたからね。そうですね。そうかなりコンコンコンっていう感じの硬いものに、はい、去年の秋冬ぐらいですかね。ですかね。秋冬ぐらいからその固めの黒ピンに変更になっております。変えてきたなって感じがしましたね。はい。すっかり高級ブランドになっちゃいましたね。そうですね、本当ですね。そうですね、とってもトップメゾンのね OEM とかも結構手掛けてるっていう話がちらほら聞いておりますけれども、はい、イタリアのこういうラルディーニとかもそうですけど、他のブランドも結構OEM、 その、うん、いわゆるトップメゾンのトータルルックの OEM を手掛けてるブランドって実はたくさんあって、その中の一つがラルディーニ、うんうん、でやっぱりこうジャケットとかどこどこのブランドのジャケットとか、うん、どこどこのブランドのパンツとか、うん、なんかそんな感じでこう実はラルディーニだったみたいなのが結構あるんですよね。マフが工場行ってるんですけど、はい、立ち入り禁止ゾーンがあるんですよ。そこは行くなっていう場所があって、そこを見かけるのがB ブランドだったりとか、ウェイバレンブランドだったりとかの洋服がかかってるんですよ。ドキドキしますね、それね。なるほど、ここで作ってたんだっていうことがありますね。いや、そういうの知るとね、よりがぜんもう男って、ね、興味が湧くというか。湧きますね。はい、同じクオリティだと思えばね、うん、ラルディーニを買う方がちょっとお得な気もしますけど、はい、そういうハイレベルな商品を作ってるんだなっていうことは、本当に、うん、認められてるんでしょうね。はい、やっぱりその違いは、着心地を知ってらっしゃる方はでしょうねと思うと思います。うんうん、やっぱりこうなんていうんですかね、細かい仕立て、こういうなんか前振り袖とかって言われるような、こう自然とこうタランとしたら前にこう袖が来るような質系とか、あとはもう曲線、うん、この立体的なカッティングとか、はい、袖を落としていただくのが一番わかるんですが、そうも言ってられないの で、 そうです、ね、今日は今年春夏の新作で入ったこの3型、はい、3型ジャケットとスーツがそれぞれ2型、うんうん、今回はご紹介したいと思います。はい、はい、特にちょっとプッシュしたい、ちょっとこちらのね上品なジャケット、はい、インスタでもコーディネートでちょっと紹介して、うん、それを見てジョネさんがご購入いただいたパッケージですね。はい、パッケージ、はい、こちらその通り買ってくださって、はい、ありがとうございます。それをもとにちょっと今回ご紹介をしていこうかなと、はいはい、思います。ちなみにこちらは、はい、3種類ともイージーウェアのシリーズです。うん、あ、これもですか。そうです。あ、そうですか。そうなんです。イージーウェアというと多分今までの皆さんのイメージだとパッカフルのユーチュ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 ってこう、ね、ジップついてて、はい、あ、開けるとまあスーツが入ってたとか、開けるとまあジャケットが入ってたみたいな、いわゆる持ち運びできて出張とかで使えますよ、でシワになりにくいですよみたいな、うん、ちょっとスーツを畳んで持ち歩くなんてちょっと前までだと考えられなかった時から、うん、ラルディーニはそれを展開していって、うん、それのさらなるアップデート版というか、今回はそのパッカフルのこういう袋とかはついてません、うんうん、ただその代わり機能性はさらにアップデートされた高級イージーウェアに変貌を遂げております。巷に売ってる楽チンウェアと比較をしたらちょっと失礼な感じの、うん、そうですね、出来栄えですね。出来栄えですね。で素材もそれぞれ3種類とも全て違います、うん、ちなみに今としおくんが着ているこの爽やかな、はい、なんとも爽やかないい色ですよね。素敵なジャケットはこれはサマーウール 100% です。ウール100なのびっくりですね。はい、ただ、はい、織りがあるので、そうですね、いわゆるストレッチ、ナチュラルストレッチですね、うん、どっちかというとなんかただのつるんとしたウールの生地っていうよりはなんか織り生地、ニット生地まではいかないんですけど、うん、織り生地のその柔らかさがあります、はい、なのでこれはかなり爽やかで多分こう風も通り抜ける感じで、うん、でちょっとシャリ感もあるので、はい、肌に直接触れても爽やか、全然真夏にバッチリって感じ。袖は裏地がついてるんですけど、うん、清涼感がすごい。そう、これはもう中も裏地のない、うん、それ裏地のみの1枚仕立てとなっておりますし、はい、こんな感じですね、うん、はい、まあラルディニらしいというか、肩も真珠がごく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 薄い感じです。そうですね、とてもこの3種類3種類ともそうですね、本当に薄いこう入ってないわけじゃないんですけど、 っていうぐらいの、でも本当にほぼアンコンジャケットのような柔らかい仕立てとなっております。はい、なんか着てる感じでこう触ってる感じ、ウール 100% っていうよりもリネン 100% って言った方が、うん、
多分伝わるのかなっていう。あ、確かに確かに。なんかもうネットの表記も理念 100% にしたいぐらいそういう雰囲気を携えてますね。はい、はい、ただ理念ではないの で何がいいかというと、はい、シワになりにくいですよ。そういうこの風合いを保ったまま、はい、そうシワになりにここがもうシワにならないと。はい、そう、あのね、リネンジャケットの独特のここもシワ入ってても、なんかそれはこれそれでこう雰囲気あって風合いあっていいわっていうのはないんですけど、でも逆に言えばこうちょっとなんて言うんでしょうね、こういうデニムなんかと合わせたちょっとカジュアルダウンした着方もできますし、割と正統派のね、そうですね、綺麗めな着方、シャツ着てスラックス履いてみたいな時にももう上品な、はいはい、感じがするので、どちらでも夏のパーティーとかね、ちょうどいいですね。チーフなんかさせちゃって日常使いだとなんかこういう感じかなっていうイメージ。そうですね、そうですね。こういう明るい、この後はい、3種類一応着てどんな感じかだけご説明をしようと思うんですけど、はい、明るいジャケット一応最初に選んだのは、まあ、絵的に明るいっていうのもあるんですけど明るいジャケットって結構多くの方がどうやって着ればいいんだろうっていう、うん、悩む方が多いと思うんですよ、うん、で、ってそう、そこにかかってるんですけど、かかっててもあかっこいいなーで終わっちゃうっていう手に取りにくい感じありますよね。なので大人な視点で見ると、はい、なんかあまりにも爽やかすぎてもちょっと照れるから、はい、あえて中の T シャツをちょっと黒にして、はい、で下もブラックジーンズにして、はい、で下もちょっとローファーとかだと爽やかすぎるので、はい、ちょっとスニーカーにしてみたいな感じで、はい、一応こんな感じにしたと、まあ、なんかこんな感じでねラフに着ていただけると、はい、全然意外と取り入れられますよっていう感じ。ね、そうですね、はい、あんまりイメージしないですよね。私なんかはそういう頭じゃなくて、まあせいぜい中に朝シャツの白、はいはい、ちょっと開けてきて、でなんか下は、ね、まあ頑張れる方は白パン履いてでちょっとこうローファーなんか履いて、はい、見えない靴下なんか履いて、はいはい、ちょっと裸足風にとかっていう、ちょっとそっちのかっこいい方に、はい、まさにこういやそれはちょっと決めすぎだから手出ないわみたいな方に頭が寄りがちなんですが、こういう風に見ると意外にね、なんかこうあ自分の持ってるものとこう合わせやすいなっていう感じにも思っていただけるかなというところ。でもねあれですね、女性の、ね、イメージがそういう感じっていうのはすごいわかりますね。そうそう、男からするとなんかそうより現実的な現実的僕にちょっとイメージが浮くと思うんですけど、ね、それのなんかジャケットを見た時のイメージとしてはそんな感じ、はい、僕だったら、はい、シア作家のこげ茶に、はい、なんか朝のちょっと T シャツテロンとしたの着て、はい、これかな。あ靴なんですか。でもこれでサンダル履いたらダメだよね。ああ、難しいですね。何なんだろう靴。確かにそうだね。確かに。そう、靴なんだろう。ハイレベルだけど夏のスウェードもおしゃれだよね。サマースウェード。ね。なんか広がりますね、まあ、イメージがいろいろと。いやそう、意外と着方がいろいろありますねっていう話かもしれないですね。そうですね。はい。もうこうジャケット一つとってもいろんな行き先がそうでこう思い浮かぶからいいですね。本当いいです、ね。うん。でもすごい素材感の伝わり具合はさっきの年尾くん言ってくれた朝みたいなっていうので伝わると思います。はい、っていう感じですね。はい、はい、そしたら次ここら辺をパッパッと、はい、はい、どんな感じか見た方、はい、今度はセットアップスーツです。はい、はい、さあ2着目、はい、これ何ですかね、ちっちゃい千鳥格子的な、そうですね、チェックのグレーのスーツ、まあ見た通りあんまりほぼグレーの富士みたいな感じなんですけど、はいすね、細かいマイクロ千鳥格子チェック、はい、表情あっていいですね。そうですね、もう本当にベーシックな形ではありますね、うん、はい、はい、とても使いやすそうな、はい、でまあこれのいいところはセットアップでも着れるし、うん、ジャケットだけでも使えるしパンツだけでもまあ言ってしまえば使えるっていう、はい、そのいろんな用途で合わせて使えるってことですね。まあ、なので一応これだけこれは T シャツで行って、はい、でこれちょっとシャツで後で変わっています。はい、はい、もう夏はねこんな感じでさらっと、まあ、下は革靴にすればより、うん、本当はスニーカーとかでも全然ね合わせられるような雰囲気なんですけど、まあ、あえてこっちが T シャツにしたのでちょっと下は革靴でみたいな感じで、はい、まあ、ちょっと綺麗さを残した感じで、そうですね、はい、さらりと着ております。これは、ウールとポリエステルの、コンボ生地にエラスタンが 4% いわゆるストレッチ素材ですね、はいはい、が入っている生地になります。そう あんまり伸びなさそうな手で伸びるっていうのがラルビリなんですよ。これすごい楽って皆さんおっしゃいますね、はい、非常に心地が軽くて伸びて、うんうん、でしかもこれバックウエストがそうこれ後ろの部分だけ、はい、ただベルトループがきちんとついているので、うん、ベルトをすればあと前の部分も、はい、ゴムではないので楽履いてて楽だけど実は後ろゴムみたいな、うん、そんな感じです、あんまり服詳しくない方だとなんかポリエステルが入ってるとどうとか
ナイロンが入ってるとどうとかってよく分かんないと思うんですけど、うん、ウールにポリエステルを混ぜることでちょっと形状が安定するというか、はい、あとサラッとした風合いが加わるとか、うん、そういった効果があるので、はい、まあ、まさにイージーウェアっていう名前にうってつけの素材ですよね、うん、で PT トリノにも、うん、アクティブとか、うん、あとビジネス、うん、あトラベルっていうシリーズがあって、うん、それとかもウールのパンツにはポリエステルが入ってたりするので、うん、はい、そうですね、はい、素材を見るときはあこういう狙いで入れてるんだとか、はい、そういうのも見ると面白いかも。そう、まさにこのシリーズは帽子は不加工が結構特徴だったりするので、うん、はい、いわゆる形状記憶というかパリッとさせる生地になってるんですね。星を出すというか、はい、トラベルの PT のシリーズとかで、まあ、テクノワッシャブルウールってアライルウールとかってあったと思うんですけど、はいはいはい、あれなんかもう半々でウールとポリエステル半々ぐらいでこう入ってたりとかってするので、うんうんうん、まあ、そういう意味では夏のそのなんて言うんでしょうね、生地がとても薄くなるので、うん、夏のスーツとかそういうこういう生地って本当薄いんですよ。サラサラで薄いで、なってくるとプテッとしちゃうので、それをこうちょっとよしっていう、こう自立させるような風合いを、はい、プラスアルファされてます。なんかこうした時に、うん、反発、ちょっと反発する感じ、ピュッて感じですね、はい、でこれなんかはすごい本当にサラサラっとした生地感で、はい、まあ、まさにイメージされるサマーウールの生地をちょっと細かいこのチェックでこう、うん、立体感も出してるかなっていうところです。うん、まあ、形は本当にシンプルなノッチドラペルにパチポケット、はい、でパンツだけちょっと後ろにゴムが入ってるよっていうシリーズです、はい、パンツのシルエットも綺麗ですね。すごい細くて、そうですね、ノータックで、うん、そんなにガッツリテーパード効かせるわけじゃないですけど、うん、細身で、うん、はい、うん、サイドベンツのちょっとクラシカルな、はい、クラシカルな感じですね、正統派な感じです、はい、でなんかちょっと一時期結構数年前まで51、ここのラペル立てた時の、うん、ここのね、切り返しの顎にくる、うん、顎にね、くる部分が50ラインっていうんですけど、うん、ここが結構上についてた気がするけど、うんうん、最近ちょっと落ちてきますよね。でなんかアルディーニも徐々にこう落ちてきてる感じがあって、うん、なんかちょっとクラシカルなんですよね、下がると、うん、なので、まあ、原点回帰と言ったら変ですけど、そうですね、ちょっと昔にの、まあ、正統派な方に、うんうん、の風合いを入れてる感じです、はい、ただここは下がっては来てるんですけど、別にちょっと昔の映画とか見ると、はい、おっとっていうぐらいこうここにあるみたいな前世時代のジョルジオ・アルマーニとかサンローランとか、そうね、もうすごいんですよね、あの辺りでね、ドカッとしててラペド細くて51個目みたいなすごい胸上ぐらいデザインすごいなみたいな感じありましたね。そう、でも島さんがこの間その古きに流行ったようなタイプのちょっとパンツ太めのダブルのスーツを着て、はい、なんか出てましたけど、まあ、少しそういう流れなのかな。そうです ね、そのせいか若干今年のラルディーニは、はい、サイズ感が細身よりもちょっとゆったり、うん、なんていうんですね、全体的に大きめの作りっていうわけじゃないんですけど、まあちょっと余裕を持たせたシルエットにして、うんうん、なんて言うんでしょうね、それだけ に存在感を持たせるというか、うん、細身で50以上も高くて細身でバシッとこう絞り入ってますっていうようなスーツと、その真逆にあるようなちょっと全体的にふわっとしていてドレッシーで、うん、でちょっとここもこうなんて言うんでしょうね、50以上も下がり気味っていう、はい、だそれの風合いがこう全部バランスが取れてるかなっていう感じはすごいします。でサイズ感としては基本的には普段46なら46、48なら48で、はい、それでお選びいただいて全然問題ないんですが、イメージよりはちょっとふわりとした着心地感というか、そうですね、はい、なんか一時期前のバツッとした感じではない、うん、っていう感じではないですね、はい、はい、この、ね、感じです。特徴には合ってるかもしれないですね、このイージーウェアというシリーズとしては抜け感と言いますか、はい、そうですね、空気感がこうエアリーエアリーエアリーそうそうそう、雑誌読んでとか読んでるとこの言葉うまいなっていうのたくさん見つかるんですけど、今度からぜひこうこの言葉もらいエアリーと全然僕の頭から出てこないんで、はい、勉強になります。そうですね、勉強になります、はい、さて、そしたら3着目、はい、濃紺のこちら、はい、はい、スーツに着替えてみましょう、はい、3着目ですね、はい、こちら思ったよりもジャージー感が強い。そう、これ生地がジャージー生地なんですよ。なんかウールジャージーランディーニでイージーウェアというとこういう普通の織物でイージーに仕上げてるっていうものが結構多いんですけど、うん、これはもう本当にイージー、ね、そのものって感じですね、はいはい、パッと見ね分かんないんですけど、そう、触るとあジャージー生地みたいな、そんな感じなんですよね。着る直前に見てジャージーだとそういう感じの、はい、はい、そうで、やっぱりお色も濃紺なので、はい、かなりグッと締まると思います。そうですね、はい、細見えです。紺色で、パリッとしてると、これがタリアトールのスーツで、うん、これはもう純然たるスーツ、
なんですけど、こういう感じのパリッと感があると、うん、紺色だとこういう風にちょっとビジネス色が強く前面に出てくる、フォーマル感が強く出てくる、うんうん、そうですね、フォーマル感強いですよね。あの これぐらいマットな雰囲気で、はい、ジャージー素材だと、うん、まあ、いわゆるオールマイティーに、うん、さっきみたいに T シャツもいけるし、はい、こうシャツもいけるし、もちろんネクタイもいけるしっていう感じで、あの汎用性の高さが、はい、あの出るかなという感じがしますね。あの前回ご紹介したあのコットンジャージーのチルコロ、はい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 、よりはやっぱり目もかなり細かくて、はい、まあ、パッと見全然普通のウール生地のような感じなので、うん、よりちょっとフォーマルにはよるんですけど、でも生地感はジャージーバランス型な感じです、はい、バランスがちょうど取れてる感じです、はい、で先ほどお伝えしたこのグレーの方は後ろのところがゴムだったんですけど、はい、こちらはゴムがなくて普通のウエスト周りになってます。でワンプリーツでございます、はい、後ろにゴムがない分、うん、あのタックがあることでかなりあの腰回りは、はい、サッカー部出身バレー部出身の方嬉しいんじゃないでしょうか。そうヒップ周りとかね、もも周りがあっちりされてる方は、はい、あのいいんじゃないかなと思います。全体的にスッキリしたラインは持たせつつも、はい、この周りとかは若干こう少しだけ、まあ、プリーツパンツらしい、うんうんうん、あの余裕がある感じです ね、はい、こうなんか前にあのバイヤーが言ってたんですけど、あのネイビースーツこそ形の違いとか質感の違いとか生地の違いとか、はい、そういうのが出やすいって、うん、そういう話をしてたことがあって、うん、でなんかまさにこのネイビースーツこそラルディーニ その真骨頂というか、うん、そういうのが出てくるのかなと、はい、まあ、いわゆる高級感あるからあるっていうことを言いたいんですけど、そうですね、はい、まあ、この3つやっぱりね、あのそれぞれイージーウェアってシリーズだとは思えないぐらいそれぞれにとても、うん、なんて言うんでしょうね、やっぱりラルディーニらしさというか、うん、高級感というか、はい、ですよねっていう、やっぱりいいものですよねっていう存在感はかなりありますの で、はい、そうですね、多分そういう風に T シャツです、何あのシャツのここ1個開けてさらりと着てますっていう風にしても、うん、やっぱりあいいものを着てらっしゃいますねっていうのが、あの変な主張じゃなく、このちょっとしたこの1個のちっちゃい花ぐらいで、はい、こう主張をうっとこう止めてるような感じが、そう、あ、そう、その話で、あのフォーブスにあのラルディーニの記事が載ってたんですけど、うん、その記者が書いてたのが、うん、ブランド名よりも、うん、あのアイコンの方が先行して、うん、あの有名になっている、うん、だから要するにそれでこそなんかブランドの人気がうかがえるっていう、なんかそういう類の話をされてて、うんうんうん、いやなんか、いや一流記者は違うなと思いながら、でもでも表現うまいなと思って、うん、そうだよね、確かにそれはね、そうかもしれないですね。でもそこにピンつけたのってラルディーニが最初なのかな、どうなんですかね、うん、でもやっぱりこの胸のね、ここのブートニエールの部分は、うん、まあ、タリア通りもついてるアイコン T のこう、はい、マークつけてるし、あとは何でしょう、うん、LBM とか、はい、なんか他のパーロにも全部ついてる ね、サインについてたりとか、ね、話これ別にカットしてもいいけどさ、はい、雑談するとやっぱ人ってなんかこのブランド着てるとかっていうのをちょっと見せられるのってやっぱなんか惹かれるのかね、やっぱ、うん、それは絶対あると思う。だって全面ロゴのものもあればさ、うん、でもジャケットとかスーツとか今まではどこのブランドかなんて外からじゃなかなか分かんなかったものが、はい、ちょっと分かるようになったっていうところで、まあ、そういうなんかこれだけですもんね、ね、うんうんうん、もちろんクオリティもいいからですけど、でもなんかそういう人の心理ってそうなんだなと思いますよね。確かにそうですね、フォーマルな場に着ていくスーツであったとしてもちょっとは主張したいっていう、うん、なんかそういうのはね、あるかもしれないですね。なんかあのここのチャンネルでもあのブランドなのを悟られたくない服装っていうのを、うん、あのよくご提案もするんですけど、あのかといってあのやっぱりあのあそれ何々ですよねって言われたら嬉しいっていう気持ちは誰もが持ってて、うん、要するに別になんかあの自分の美学の問題で、そうですね、みんな知られたいっていう、だからこれぐらいさりげないとありがたいですねっていう感じですよ ね、はい、まさにあの純然たるブランドである意味が、うん、ここに象徴されてる、象徴されてますね、はい、はい、思いますね。なんかいい雑談ですね。長いね。はい、ということで、3着ご説明してまいりましょう。はい、でちょっと最後に告知なんですけども、うん、旭川のアートホテルさんの1階に、ポップアップストアを3ヶ月間、はい、オープンしてるんですけれども、はい、まあガルダロバミラノのエッセンスをちょっとそこにあの、うん、持ってってるって感じなんですけど、うん、あのそこで置いてあるのは、フルサイズとかじゃないですが、うん、試着してこの商品気になったなってなったら、あの札幌から送ってあのご試着もすることできますので、あとオンラインで見てこれ札幌で行けないから旭川で着てみたいっていう方も、うん、あのお問い合わせいただければあのご対応できますので、はいはい、ちょっと便利に使ってみていただけたらと思います。はい、はい、
では今日は素敵なお花のブランドラルディーニをご紹介しました。ありがとうございました。では今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。